はい、本日はですね、おすすめのゴアテックスのアイテムをご紹介していきたいなというふうに思います。僕はですね、結構ゴアテックスのアイテムザッといっぱい持ってるんですけど、よく街中ではゴアテックスはいらんでと、ちょっとオーバースペックすぎるでって言われたりとかですね、いやいやいりますよと、ゴアテックこそ真の男の味方でしょみたいなことも言う人もいてたりね、まあいろんなこと言うこと言ってるんですけども、まあ今日は何の話をするかというとですね、まあ、僕がゴアテックスいっぱい持ってるけど、結局でもこれは使わんかったけど、これはめちゃくちゃ使えるやないみたいな話をですね、まあ、ざーっと後ろに並べてまして、ここだけじゃないんですけど、ありますので、こちらご紹介していこうかなと思います。なのでね、これはまあ僕が実際に使ってて、うわ、こういう時に良かったんですよとか、これはちょっとさっきのとはこういう違いがあっていいんですよなんかっていうのをね、お話ししていこうと思いますので、合計で1、2、3、4、5、6、7、8、9、9点ありますのでね、まあ、ゆったりと見ていただきたいなと思います。はい。なのでね、今日の流れはそんな感じということで、まずは早速ね、1点目からいきたいなと思います。まあ、ゴアテックスといえばですね、まずこれを持っておいてくださいというのがこちらです。2点一気に紹介しますけどね、スニーカーちょっとまあアップで見てみましょうか。スニーカーね、これは両方ともゴアテックスのスニーカーなんですよ。ここにゴアのロゴがあって、見えるかな、ゴアのロゴがあって、でもう片方の方にもここにゴアのロゴがあるんですけどね、やっぱりスニーカーでね、ゴアテックスってめちゃくちゃいいんですよね。もしかしたらね、これ見ていただいてる方ね、おいおいおい、ゴアテックスって言うからまずジャケットとか、まあ言うてパンツぐらいかなと思ったけど、スニーカーはちょっと俺求めてないよと思ったあなたはいてると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、これマジで使えるんでね、ほんまに僕ジャケットとかパンツもいいんですけど、それの代替品って例えばワークマンとかでもなんかちょっとカッパとかあるじゃないですか。だから別にそれって安いところで書いたりするんやけど、こういうスニーカーとか靴で防水のってやっぱり高い値段出さんとないんですよね。だからこれちょっと声を大にしていたい。ほんまに真のゴアテックス好きっていうのは実は足元に行くんですよね。まあちょっと汚いからね、近くでお見せしたら汚いからどこかなと思ったけども、まあ、2の人なんかはね、絶対これスニーカー言ったらね、ああ、わかるわと。雨の日とか足ぐちゃぐちゃなのたまらんけども、これさえ履いとけば、もう全く濡れへんよねと。もうそこをね、納得していただけると思います。ちょっとこれね、汚いからね、履いてる様子お見せしたいけど、これお見せしてるかなわからんけど、まあ、こんな感じがまず1、2点ね、早速2点紹介しました。そして次3点目からはですね、皆さんのお待ちかねの、ジャケットに行こうかなと思ったんですけども、パンツからいきますわ。パンツね、こちらノースフェイスのパンツです。ノースフェイスのクライムライトなんとかパンツみたいな感じのパンツでしたわ。で、これのいいところってね、まあもちろん全部今日喋るのはゴアテックスやから雨濡れへんのはいいじゃないですか。それは分かってると、そんなことはもう分かってるから、何がいいのか教えてっていう感じだと思うんですけど、これもちろんまあ普通に徒歩で歩いてね、通勤してる時とかもいいし、もちろんアウトドアも良かったりするんやけども、それ以外にやったら、僕最近ね、チャリンコとかバイクとか乗ってるじゃないですか。で、そういう時ってね、なんかあんまりでかいダボダボパンツ履いてると、チャリンコやったらチェーンに絡まったりするんやけども、そこまでダボダボじゃないからチェーンとかに絡まらないんですよ。ほんでもってね、バイクの人とかやったらね、結構靴がね、でっかいブーツ履いてたりとかするじゃないですか。でブーツ履いてる時ってこういうパンツ履いたら、ブーツとパンツのね、隙間からこんな感じでね、ちょっとくるぶしのところから水入ってくるねってあるじゃないですか。だけどね、このパンツね、この足のね、横っ側ね、ポチってね、ボタンで外してこうジップでね、ピューって広げれるんですよ。そやからブーツとか靴とかあってもこんな感じでね、隠せるの分かります？ちょっとこれ今閉めてないから隠れてないけども、こんな感じでね、隠せれるんですよ。だから足元からね、水入ってこうへんっていうとこも考えてるから、まあ分かりやすく言ったらストリートファイターでね、女の人おったじゃないですか。足ピュ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 って上げてる中国タイプのやつ。あれがね、穴開いてるというか、こう開いてるじゃないですか。あんな感じでね、これ途中の膝ぐらいまで穴開くんですよ。だからこれストリートファイタースタイルというかね、結構開くでしょ。ガバーッと開いたりするから、もちろんまあブーツなんかもそうやし、それ以外にやったらスノボーですよね。スノボーとかってもっとこう、靴でっかいじゃないですか。これ熊でもおるんかいうぐらいの靴履いてると思うんですけど、ああいう靴が履いた時とかでも、ちゃんと膝ぐらいまで上がるからね、街用でも使えるし、もちろんボードでも使えるし、バイクでも使えるし、自転車でも使える。だからこれ一着持っとったらね、もう全部使えるんよと。とにかく雨っぽい時とか雪っぽい時、何使ったらいいかな、もうこれ使っといてええんやと。これ名前忘れたから、まあ、下に貼ってると思いますけどね。それがね、唯一ゴアテックスでパンツ何って言われたらこれでいいです。このパンツを履いてお買い物行ってみたりとか、アウトドアしてみたりとか、スノボ行ってみたり、キャンプ行ってみたり、いろんなことができるので、どんどん使っていただければなと思うんですが、ただね、このゴアテックス関係全部これから紹介するの、パンツもそうやけどジャケットもそうなんですけど、やっぱ火に弱いからね、焚き火とか、あとタバコとか、あとなんかカスタム、バイクカスタムする人って溶接とかするじゃないですか。そんな時これちょっと火花飛んでもう穴開きまくりになるからね、ちょっとそこ気をつけてほしいなと思うんですけど、まあ、それがまずパンツですわ。だからパンツはこれ1本しか紹介しません。こちらでした。では次はですね、お待ちかね、ジャケットですよね。じゃあジャケット何着2、4、6着紹介するんですけどね、まず1つ目、これもう皆さん言ってるから、まあ、僕から言うことじゃないんやけども、一応ゴアテックスでは避けられへんから紹介します。マウンテンライトジャケットもしくはマウンテンジャケット、どっちでもいいです。ノースフェイスのマウンテンパーカー系っていうことでちょっと一括りにしときましょう。まあこれはもうマウンテンライトであろうがマウンテンジャケットであろうが、まあほぼほぼ今回の紹介にはあんまりそんな遜色ないんで紹介したんですけど、まあこれは納得でしょ。皆さん見てもらっても、はいはいはい、ゴアテックスと言ったらマウンテンライト、マウンテンジャケットもう絶対出てくるよねと。これほんま真夏の時期にアンケート取ってもこのジャケットってランキング上位に入るぐらいもう認知もされてるし人気もあるし、買って悪いレビューなんかほぼほぼ見たことないんよと。だから怖いとか、だからこれから1着買いたいとか、これ買うのゴアテックス迷ってんねんっていう方はね、この正直マウンテンライトかマウンテンジャケットどっちか持っとったらはっきり言って事足りるんですよ。だからこれからこれ以上紹介することまあないんやけども、まあとはいえ YouTube やからね、続きの紹介させてくださいよ。まあこれ買っちゃったら終わりということなんでね、一番最初に持ってくるもんじゃなかったんやけど、今喋りながら気ぃついたね、まあお許しくださいということで、次はじゃあ紹介するのはこれですわ。もっと高級志向な方、いやもうちょっと人と違うぐらいの値段張るよと、この1着に魂かけていきたいんやいう方はね、こちらがあります。ズドンアークテリクスのアルファ SV やったかな、ちょっと忘れましたけど、こちらのジャケットです。でこのジャケットに関してはね、なんでいいんかというと、まあちょっと聞きながら喋りますわ。このジャケットだけね、唯一ゴアテックスの中でも最もいい生地が採用されてるんですね。ゴアテックス、ここにプロって書いてるの分かります？ゴアテックスの中でもプロが使えますよと。だからね、もうそもそも生地感からして違うんですよ。めちゃくちゃ高級感あるし、ちょっと張り腰のあるような生地感で、さらに内側とかも安っぽくないんですよね。普通にこれ生地かなと思ったら、ちゃんとね、これはそのシェルみたいなのじゃなくて布なんですよね。布の生地が当てられてるけど、こんなもストレッチがあったりとか、もうありとあらゆる細部まで考えられてるのがこのジャケット。ただこれに関してはお値段がね、なんと10万円超えちゃうんですよ。ちょっと高くないですかと。うちの家賃より高いジャケット着てどないすんのと。まあ皆さんはね、それはもっといいとこ住んではるかもしれんけども、うちはね、もう田舎の方でこっそり住んでるだけですので、これ払っちゃうとね、家賃と食費も払えんちゃうかなっていうぐらいのね、ジャケットなんで、勝手に買ったりしたら奥さんに怒られますよ、知りませんよ、いうジャケットですわ。ほんでその次、とは言いながらちょっと高すぎると。10万は高すぎる。そりゃそうですよね。同じアークテリクスでもうちょっといいのありますわ、言って。それが何ですのを言うと、こちらです。ゼータ SL、もしくはベータ SL。まあ、ね、同じようなジャケットやったと思います。これゼータやったかな、ちょっと覚えてないんですけど、このジャケットはさっき値段から言います。さっき10万円だから怖かってんと。これちょっとまあ、さっき値段言うてくれと。ええなと思って10万とか言われたらちょっと引いてまうから、これなんぼって言ったら、これ4万円の消費税4万4,000円なんですよ。なんかさっきのジャケット見た後やから安く感じるけど、4万円おそらく高いやないかと。お前詐欺師かと。詐欺師やったらなんか最初高いもん見せといて、高い壺を見せといて、その後に安い壺を見せてかわすみたいなね、お前詐欺師の手法やないかいと思われてると思うんですけど、まあちょっとこれも着てみましょうか。これはね、アークテリクスの中でも最も人気あると言っても過言ではないぐらい全てが揃ってるジャケットがこれなんですよ。だから実はさっきのジャケットより人気があるのはこっちなんですよね。まあ、価格も現実的じゃないですか。でこっちはね、普通のゴアテックスだからプロって入ってませんわ。ゴアテックスって入ってると思いますが、この脇に入れる理由は何かわからへんけども、脇に入ってて、だいたいアークテリクスのマウンテンパーカー買おうかなと思ったら、これが多分最も注目を浴びてて、次にノースフェイスでマウンテンパーカー買おうかなと思ったら、大体皆さんこの辺なんですよね。だからまあこれの比較っていうのをいずれしようとは思ってるんですけど、まあ押さえといて間違いないのはアークテリクスやったらこの辺かなと思います。ゼータね。ほんで次のジャケットね、次あともう残り3着しかなくなってきた。次のジャケットいきます。次はいやいやちょっと待てと、さっきのアークテリクスの10万そして4万、それも高ないかと。分かりました、一番お安いのありますよということで、お待たせしました。こちらモンベルのレインダンサージャケット。さっき値段言えと。そんな商品名どうでもいいから値段言ってくれっていうことなんで、こちらのお値段言います。なんと2万円切ります。1万何千円、6,000か7,000円ぐらいで購入できるということで、ほんまにゴアテックスですかと、パチモンちゃいますかと、なんか鶴橋とかで買ってきてないとか、なんか韓国行って買ってきてないと思われるかもしれないんですけど、これれっきとしたゴアテックスでございます。なのでご安心いただければなと思うんですが、まあ、なんでそんな安いのとなってくると、やっぱりモンベルっていうブランド的にね、まあ、そんなにファッション的な要素があまりないっていうのもそうやし、このブランド自体がそんな高いブランドではないかなと、その他のアウトドアブランドに比べるとね。まあなのでこの価格帯が実現できたとは思うんですが、そのモンベルの中で最も安いのがこれなんですよね。だから同じゴアテックスでももうちょっと2万円ぐらいするやつとか2万5,000円ぐらいするやつもあって、で、それがね、このジャケットで、なんていう名前だかな、忘れたけど、ストームクルーザーっていうジャケットがあったりするんですけど、これがね、モンベルの中のマウンテンパーカーでは一番なんていうんやろな、こう人気があるというか、一番ド定番のマウンテンパーカーで、これで2、3千円でしょ。でもこれ16000円じゃないですか。ほぼほぼそんな違いないんですよ。だから僕からしたら、1円でも安くゴアテックス買おうと思いはる方やったら、こっちのね、レインダンサーで全然問題ない。まあそんな風に思っておりますのでね、まあこのレインダンサー1万なんぼと、ゴアテックスでそんなでなんで買えるの？ほんなんじゃポチってみようかなってなったりしたら、まあまんまと僕の術中にはまるということになってるのでね、まあこんなうさんくさい詐欺師のことはね、信じないでくださいということで、こちらのジャケットが、まあ最も最安値のゴアテックスになっております。まあね、値段が違うからって言って、こっちがね、4万円、僕今着てるのが1万なんぼ、こっち10万円ってなったからってね、10倍雨弾くわけじゃないしね、10倍寒さから守ってくれるわけじゃなくて、まあ細かいそういうディティールがちょっとずつこう、ボタンがいいボタン使われたり、ジップがいいジップ使われたりとか、まあ生地がそもそもワンランク上のグレード使われたりとか、まあいろいろそんなあったりするんですけども、まあカッパとして着れりゃええわっていう人はね、このモンベルでもいいんかなと思います。まあ知らんけどね。はい。で、残り2点ね、いきたいなと思います。次のやつはね、もうこれは外されへんかったっていうのも、絶対皆さんの中でお声上がってくれやろうし、僕が外したら、いろいろ文句言われたら困るからね、一応入れとこうと思って入れたんですけど、それが何かっていうと、こちらノースフェイスのクライムライトジャケット。で、このジャケットは、まあ僕がいいとかっていうよりかは、もう店員さんがおすすめしてるし、店員さんがおすすめした手前、店員さんの言うこと聞くしかないじゃないですか。だからまあ店員さんがいいって言ってはるってことはいいと思いますよと。いやまあ僕自身もね、全然いいとは思ってるんやけども、このゴアテックスの激戦アイテムの中、厳選アイテムの中に入れようかなと思った時に非常に迷った。あ、どうかなと。っていうのもなんでかっていうとね、ちょっと街着で着づらい雰囲気はあるんですよ。なんか今までね、例えばアウトドア用品買ったことないっていう方がね、いきなりこれ着れますかと。いきなりこれ街中でデート行けますかと。言われたら、ちょっと際どいかなみたいな、鏡の前に立って一回行こうと思うんやけども、やっぱり無難な色にしようかなとかって思ったり、無難な形にしようかなとかって思ったりするじゃないですか。で、なんでね、やっぱり登山要素が強いのって言ってくると、一番最初の方にね、紹介したね、こういうジャケットとかってやっぱ着丈が長かったりとか、あと着用した時にね、フードがこうちょっと立ってくれるっていうのもあったりして、ちょっと街着っぽく着れるんですよね。色がちょっと多少派手でも。ただ、クライムライドに関してはもうこう街で着るって考えた時に、ちょっと着丈が短め、そして絶対にフードが寝るって考えたら、可愛らしい印象に、ね、なっちゃうから、まあ、大人の男性の方とかやったら、まあ、街中で合わせるのはちょっと難しいというか、もちろん合わせれる方は合わせると思うんですけど、まあ、僕みたいなうさんくさいやつはちょっと合わせづらいかなと思ったりするので、まあ、いいんですけど、街で着るって考えた時にちょっとこれ入れづらかったんで。まあそこだけね、1点注意しておこうかなと思うんですけど、まあそんなジャケットですね。まあただいいものにはまあ間違いなく変わりがないので、めちゃくちゃいいとは思うんですけど、まあ僕はね、街中では一切着てないです、これは。そして対して次、じゃあ街中で着るんやったら僕としてはこれですよっていうのがね、最後1点になるんですけど、それ何って言うと、こちらズドン、マウンテンレインテックス。これをね、街中で意外と着れるんですよ。ほんでもって意外とセールなってると。よくね、ノースフェイスのアウトレットであったりするし、それ以外にあったらスポーツ店とかでもセールかかってたりするんですけど、なんかこっちの方がね、街中で着れそうな感じしません？なんか別に襟元も基本って立ってあるし、この中にね、フードも入ってるんですよ。だからフードをね、くるくるって出してしまえば、さっきみたいなこんな感じになるんやけど、さっきのタイプはもうずっとフードがね、出っ放し。もう収納できん。でもこのタイプはね、今みたいな感じで収納もできるし、バッて出すこともできるんで、こう、より街中でこう合わせやすいというか、そんな仕様になってるんかなと思います。ただこれもね、ちょっと着丈短めやから、バイク乗る方、自転車乗る方、ちょっとこれかもね、なんて言ったりしてて、どうしても背中がね、前かがみになってくるとちょっと見えてくるかな。そしてまあ、あらゆる用途で着たいとか、結構アクティブな方とかやったら、やっぱり最初の方に紹介したマウンテンライトとかマウンテンジャケットの方が、まあこれなんかね、スノボーとかでも使えるし、もちろんバイクとか自転車とかでも使えるし、日常でも使えるから、結局ここにね、たどり着いたりするんですけども、もうちょっとね、ショート丈の方がいいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。僕とかやったら体型がね、ウェーブっていう体型になってて、男性の方でも3つぐらい体型って、種類があるんですけど、その中で僕ウェーブってタイプだから、どっちかと着丈がね、短めの方が似合いやすいっていう体型なんですね、僕は。まあそういうのをね、ご自身の中でこう見てもらって、うわ、俺ちょっとストレートやからこうやなとか、スタンダードかな、なんかこうやなとか、ウェーブやからこうやなとかっていろいろ見てもらったらいいと思うんですよ。それぞれパーソナルカラーがあるように体型のね、ベストなジャケットっていうのがあるから、まあそれ見てもらったらいいかなと思うんですけど、さっきのと比べてどうです？一気にこう街中でもね、綺麗そうな雰囲気になってるでしょ。で、これもね、もちろんゴアテックスですよ。全部今日はゴアテックスしか紹介しないからゴアテックスですけど、雨の時なんかも着れるし、雨風、風がね、強い時なんかもしっかり守ってくれて、この内側がね、フリースなんですわ。だからね、首に当たっててもこう、なんか不快感がないんですよ。こういうシェルがね、こう首にずっと当たってベチャベチャしてくるから嫌なんですけどね、このフリースが当たってくれてるおかげでね、あ、なんか気持ちいいねと、モフモフして気持ちいいねなんて言えるので、これはね買った時はあんまええと思わなかったんやけども、いろいろこう持ってみたら、あ、ちゃんとこれにはこれのポジションがあるなと、そう思ったらね、意外と使いやすいじゃないんちゃうかなと思ったり今はしておりますので、まあ、今現時点でのね評価はこのようになっております。なので最後総括していくと、もう一つしか買わへんと、一つしか買わへんねって何がいいって聞かれたらですね、僕が真っ先に言うのは絶対に靴ですと。とにかくもうジャケットとかパンツは応用効くけども、靴に関しては応用効かへんから、代用効かへんから、もうとにかく靴買ってくださいって言うんで、まあ、今回紹介したのはね、こういうちょっとボリュームのあるタイプのスニーカーなんで、まあ、僕の今の格好みたいにちょっとゆったりしてる格好の時はね全然合わせたりすると思うんですけど、ちょっと細身の格好をしてはるっていう方はね、もうちょっと細いタイプのね、コンバースとか、あとアサヒっていうね日本のメーカーからゴアテックスが出たりするんですけど、そういうのをね履いていただければこうギュッとこうスタイリッシュな感じで履きこなせたりするんかなと思いますし、あとなんかナイキからもねエアフォースとかも出てると思うんですけど、まあ、そういったご自身の合う、ゴアテックスの靴っていうのが、あとそういうねブーツもねあったりするんで、まあ、そういうのは好きなの履いたりと思うんですけど、一回ちょっと靴でゴアテックス履いてと、全然ちょっと変わってくるからと、安心感がやばいからっていう風でねお話しさせていただきました。ちょっとねもう今から1分後からねちょっと YouTube のマネージャーさんとね打ち合わせがあるので、もうこの辺で終わりたいなと思います。ということで、ね、本日はですね、おすすめのゴアテックスのアイテムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。